Thank you.
して噂以上よ。備えなきは無謀であったわ。懐かしい先方寺の鐘が聞こえら。
Thank you.
お前さん、何か言おうか。ではな、また久しくらいなら貸してやろう。
やっぱりオラを神隠ししちゃくれないかい。神隠しした先にきっと皆がいる。皆のもとに行かねばなんねえ。何せオラは巫女様たちのお世話係だからな。なあ、お願いできねえかな。やっぱりオラを神隠ししちゃくれないかい。神隠しした先にきっと皆がいる。皆のもとに行かねばなんねえ。何せオラは巫女様たちのお世話係だからな。なあ、お願いできねえかな。わかった。おお、ありがとう、ありがとうな。よし、少し怖いけども、それじゃあやってくんの。この忍び、お待ちしていました。すみません、お米がまだ実っておらぬのです。また北条の頃にお授けしましょう。すみません、お米がまだ実の…いやいや、そんなことはないですよ。あの人は目つきは確かにいいとは言えねえです。だけどもとてもいいお人です。おい、ん？おお、あんたか。よく来てくれたな。ほーら、みな、忍びさんも来てくれましたよ。ああ、巫女様たち、ちゃんと挨拶しなきゃ。ん？ああ、そうか。忍びさんには見えないか。墓地の巫女たちか。そうさ。見えないけれども、いるんだよ。みな、かわいい子たちじゃ。さて、あんたには、礼を言わなきゃなんねえな。こいつを受け取ってくんろ。本当に本当にありがとうな。そなた、なぜ戻られた。私も小太郎さんもただ無心にここにありたいのです。どうか静かにお帰りくださいませ。
巫女の死お待ちしていました。すみません、巫女の忍びよ、お米がまだ実っておらぬのです。また豊穣の頃にお授けしましょう。またいらしてくださいね。よう、おめえか。また何か入り用なのかい？ふっ、おめえ知ってるか？このアシナの城にはな、外からのネズミがワンサとそういったネズミをバッタバッタ。知らぬ。そうかい、鬼行部とかいうやつがいい。その片分ずいぶん死にたかねえからな。あのジジイ、ネズミとムジナの区別がつくか怪しいもんだぜ。さてと、おかげさんでだいぶ銭もたまったぜ。支度には十分だ。ぼちぼち行くとするかねえ。どこへだ？金剛山の仙宝寺。最近この辺は富にネズミが多い。気な臭くなってきたからよ。きっと野暮用を済ませておきてえのさ。
名か。野暮用は済んだか。ああ、おかげさんでな。この墓は、こいつは俺のガキの墓だ。そうか。ガキがいなくなった後、何やら急にラッパの人が面倒になってな。オチの試しだ、人さらいだ、黒笠の責務だ。この寺は何もかんも面倒くせえ。だから抜けたか。ああ、さてと、これで野暮用は済んだ。他に当てもねえし、アシナの城にでも戻るとするかね。どこだろうが、この寺よりはマシってもんだ。さてと、ぼちぼちアシナの城にでも戻るとするかね。ああ、ところでよ、わかってるかもしれねえが、アシナは今ずいぶん気なくせえことになってる。やってくるネズミの数も尋常じゃねえ。おめえも気をつけな。